うるま市では海外に移住した市内出身者の子孫を対象に沖縄の伝統や文化を学ぶことを通して国際交流を図ろうと研修生として受け入れる事業を毎年実施しています。今年はブラジルのサンパウロ市から県系4世のアゲナ・ジオゴ・アキオさんと県系3世のテルヤ・セリネ・ユミさんの2人の研修生を迎えました。このうちアゲナさんはブラジルで県系人らによるエイサー団体に所属していて、エイサーの本場で沖縄の文化をより深く学びたいと抱負を語りました。また大学で映像学を専攻しているテルヤさんはブラジルと沖縄のつながりをテーマにドキュメンタリーを制作したいと意気込んでいました。2人の研修生は12月5日まで市の内外でさまざまな体験を通して沖縄の文化や歴史などを学ぶことになっています。